はい。皆さん、おはようございます。ベンチャンネルです。今日は、5月10日、えー、水曜日、えー、午前6時前ですね。えー、今はですね、ちょっとね、前の自分の部屋の、えー、窓際に置いてある、え食、ー、虫植,植物、サラセニアの、えー、こちらのね、二鉢ですね。 えー、あ、それに今日はね、太陽は日差しが見えて、えー、天気がいいです。気温も25度ぐらいまで暑くなりそうです。えー、今日はね、このね、自分がね、もう、何年前かな。1、2、3年ぐらい前なのかな。秋頃ちょっとね、ホームセンターで買ったこの、ね、値下げなせたサラセニアを、えー、育ててまして、でー、 今年の1月か去年の12月に、こちらの、まあ、何本かまた生えてきたんですけど、この、ね、虫をね、中に入って溶かして栄養をね、させるような状況なんですけど、そのやつをちょっとね、秋頃になると枯れてくんですよ。それを上半分、チキチキチキ切ってたら、まあね、わかんないものがね、伸びてきたんだよ。この葉っぱだけの、その、 虫がさ、入って溶かす葉っぱだけかなと思ったら、なんかね、この長い茎みたいのが、初めて見たんですよ。入ってきたんですよ。こっから見えたように、ずっと、1、2、3本。で、上側にここになんかついてるよね。見たことないの。こんな感じ。よーく見たら、これね、多分ね、 サラセニアのこの食中植物の花なんだよね。初めて見ました。花です、花。<laughs> 買った頃はね、このね、虫がさ、入り込んで溶かしちゃうこの、なんつうの食中植物の独特のさ、この葉っぱみたいのしかなかったんですけど、この長い三本のやつ、この花、なんか、 ボタンっぽいような花みたいなこれも初めてなりましたねうんまあ自分では初めてですねこのサラセニアでこの花みたいな長い茎になったのはほんと今までこれより下のこの葉っぱしかなかったんでうんこれよく見たら花が咲きましたね咲きましたっつって言うかこんな感じに初めて見ました それではね、間もなく自分も今から出勤したいと思います。えー、今週はね、昨日と今日と明日前ですね。一応、勤労日が休みになっております。えー、とりあえずね、再来週の日曜日が、えーねあのー、スーパー株の株ミーティングのため、まあ、今週の休みはちょっと自分の株のメンテナンスをしたいと思います。えー、昨日ね、 出勤して、まあ、かエンジンかけたら、なんか、ヘッドライトの方が、あの、消えてたり、つれてたりしてたんで、最初、玉切れかなと思って、その、なんつうか、自分、光軸のネジ、あのー、レンズカバーの真下にあるネジがない状態で外れてて、その、ライトの上げ下げ調整、その、明かりの、レンズの、それがゆるゆるな状態じゃないですか。それちょっとそう、 あのー、手前に押しながらすると光ったりしてたりんで、で、昨日仕事を終えた時にちょっと、紙物をレンズカバーとその枠の間の隙間のところにちょっと下の斜め2箇所を、ええー、なんつうのはめ込んで、まあ押さえた状態でしたら、ちょっとライトが光ってる状態になったんで、まあとりあえずそれでちょっと、予備的な緊急的に一応そのままで、一応今、 つけてる状態です。やっぱりなんか、こ軸ネジはあそこに止めて支えないとやっぱダメなんか、それとも接触なんか、まあ、玉切れの前兆なのかわかりませんが、一応、今のところ、その、レンズカバーと、えー、その、ま、外枠の周りのね、あのなんつうの、銀色のやつ、その間の隙間のところに、えー、紙物を折りたたんだものを、えー、詰め込んで2箇所、 うん。それで、まあ、ライトをついてる状況なんで、それで一応今んところ運転しております。まあ、その連休中にいろいろ、まあ、メンテラス自分でも見るか、あとは、あのー、お知り合いの方の車屋さんの方に行きまして、ちょっといろいろ見てもらおうかなとも思っております。それではね、今日も一日ね、皆さんもご安全にお仕事など行ってきてください。自分もね、体無理せずに気をつけて頑張っていきたいと思います。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。 ぜひよかったら、ご登録よろしくお願いします。それじゃあ、行ってらっしゃい。